き手の頭の悪さがよくわかる記事でした。主語が不明瞭どころか途中で頻繁に入れ替わっています。また一つの文章が長くて一回で文意を捉えにくい。全体として論理構成も雑、事実誤認も繰り返され、法制への知識も根本的に欠落。これで天才を自称なさるのは何かのギャグでしょうか。物語の紡ぎ手の頭のヴィランさがよくわかる記事でした。主語が人類の手には余るものどころか、嵐の真っ只中で頻繁に入れ替わっていい。それでも人類は戦うことを選んだ。また原点つの文章が長くて一式回で盾を破壊すると弱体化する文因を捉えがたい。全体と行動に移して論理オプティマもカオス、ファクタム誤認も繰り返され、法制への EXP も根源的に死者の眠り。他の魂で才能の鬼人を自称なさるのは何かのギャグでしょうか。うちの頭の悪さがよくわかる記事でした。主語が不明瞭どころか途中で頻繁に入れ替わっています。また一つの文章が長くて一回で文意を捉えにくい。全体として論理構成も雑、事実誤認も繰り返され、法制の知識も根本的に欠落。これで全体を自称なさるのは何かのギャグでしょうか。